これ見て、これたこ焼き100円のたこ焼きが4割引きだったんよ。すごくない？ちょっとこれ数日前の話だからちょっと消費期限を気にしないで数日前で13日に多分食べたんだろうね、これ12月のね多分その日なんだろうなと思うから、100円の4割引きっていうことは、まあ、言うてみれば60円っていうことよねこれ人件費どうなっとんいう話になるよな、これすごいよねって思って、ちょっと面白いなと思って、ちょっとこれ動画にしとこうかなと思って、でどこで買ったかっていうと、ディオっていう、24時間空いてるスーパーがあるんよ。あこれ住所書いてある、川口行ったらね、福山の川口行ったらあるんだけど、ラムーとかなんかその辺と同じ系列、大黒天物産っていうところかのが大元なんで、なんでしょうおそらくでディオとかラムーが系列で、で結構これなんだ、確か岡山かどっかの会社じゃなかったっけ、ちょっとうる覚えだけど、そう。でもなんか結構前に大阪の方に行った時にもリオってあるんだなと思って、割となんか広がっていってんのかな、なんか全国にあるのかわかんないけどとりあえずちょいちょいあるよね、広島とか岡山とか行くとね。そうで、これ6個入りなんよ、6個入りで100円っていう、デフォルトで100円なんよ。で普段は店の外っていうか、なんていうの、そうスーパーの部分、お建物一緒なんだけど、スーパーの部分のこの横側に、なんかそのなんていうの、なんかちょっとファーストフード的なアイスとか、アイスも売ってたような気がするんだけど、ちょっとあこ使ったことないけど、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、多分アイスとかたこ焼きとかなんかそういうちょっと軽く食べれるものが売っとるんよ。そう、多分そこで普段たこ焼き売ってて、で夕方くらいになるとその店内の惣菜のコーナーによく置かれてる。だったら結構100円だしね、買うんよ買うんですよ。で中はこんな感じねまあちょっとさすがに4割引きになるくらいの、それだけの時間が経ってるかちょっとこんな感じにはなってるけど、だいたい夕方に行った時まだこのパック持ったらちょっとあったかいくらいの状態でだいたい置いてあるんで、なんか温め直さなくても普通に美味しく食べれるような感じではある。この時多分俺惣菜狙って行ってないから、だいぶ遅くに行って、記憶が確かだったら多分9時とか21時とかに行ったような気がする。でしっかり鰹節もかかってます、まあ青のりもかかっとるわな。で中にも当然たこ焼きなんでタコもちゃんと入ってますでそれで、6個で100円、通常 でそこからの4割引きだったっていう、いやすごいコスパはいいと思うよ。ちょっと分かりにくいと思うけど一応こんな感じ、これが6個入っててで通常価格100円っていう、いいよね、100円でたこ焼き買えるっていいよね。なんかだいたい2、300円とかするじゃんたこ焼きって、なんかちょっと食べれればいいんだけどなみたいな時にもね、だけどこれ12個食べても200円よ通常ね、12個食べても200円、デフォルトでその価格めっちゃ良くない？だけどなんかディオ行ってあったら結構食べるね、結構な割合で食べるね。ただ外のあのファーストフードコーナーみたいな、あっこには行ったことがない、もさっき言ったような、なんかそのこれを買うためだけにそこに行って、このなんかやり取りするのがちょっとめんどくさいなっていうのがあるから、自分的にはね、だけど惣菜コーナーのところに置いてたら食べたいなくらいの、積極的に買うくらいの感じですね。こんななんかマニアックなもの誰も多分動画にしてないなと思ったけ、ちょっと動画にしといたわ100円のたこ焼きが4割引きでしたっていうお話です。じゃあ終わります。ありがとうございます。